はい、どうもコミです。さて、本日は関西クラクラクラブから見ていこうというふうに思うんですけども、最近のクラン対戦の中でね、これちょっと勉強になるなと思うアタックがあったんで、まあ、それ見ていこうと思います。で、まあ、テーマ何かというとですね、幅広い区画の効率的な潰し方っていう、まあ、話なんですけど、こんなようなね、区画、タウンホール周り見てもらうとめっちゃ広いですね。こういうふうにガツーってこう広い。で、意外とね、こういうところで潰しにくいんですよ。ユニット大量に流し込んでいっちゃうと、全部この、ポイズンでやられちゃうし、ポイズンでやられなくても、四方八方にこう、ユニットが散っていっちゃって、で、一気にね、その散ったユニットたちが、もう大量の防衛施設にこう、囲まれてね、一気に撃ち落とされるみたいなパターンに陥るので、主力をここに流し込むっていうのはもう、あんま得策じゃないんですよね。なんですけども、じゃあそれをどういうふうに突破すればいいのっていうのが本日の話です。で、まあ本題に入る前に、まあ見てもらった方が早いと思うので、ここに主力をぶち込んだ場合どうなるのかっていう挙動を見てほしいと思います。これね、ほんと気をつけた方がいいですね。まあ、このね、タウンホールがギガテスラぐらいなら、まあタウンホール12のね、ならまだいいんですけども、13でもワンチャンいけるかな。14のギガポイズン放ってくるこのタイプになったら、ちょっととね、ドバッと一気にぶち込むのはおすすめしないかな。まあ、意図としてはライドランのカットでこの辺全部潰してるはずだったんでしょうけど、ちょっとさすがに無理がありますね。グランドウォーデン像と、対空砲があるんで、ライドランを取られちゃってますね。で、ペッカイエティは、まあ、これ、多分奇跡的にかな、順調にこの束になって中央部分に流れていきます。代わりにアーチャークイーン、それましたね。で、ヒーラーがスイッチしないんで、もう真ん中の舞台は、フリーズとトームを使って押していくしかないんですけど、これ入っていったじゃないですか。入っていって、ほら、ここ、まず割れます。うわーって一気にいろんな方向に割れて、で、四方八方から撃たれまくって、一気にやられる。で、さらに、タウンホール壊したはいいんだけども、その後のギガ、ポイズンに、次から次へユニットが入っていって、ペッカ、イエティ、ババキンと、もうロイヤルチャンピオンも入ってたかな。次々に落とされていきますね。グランドウォーデンも入っていっちゃいましたね、これ。もう、みんな毒を食らって、もうやられちゃったって感じになるんですけども、っていう風になります。なのでね、思ったほど伸びないでしょ、このギガポイズンに入っちゃうと。そこなんですよね。なので、そうならないように、このギガポイズン区画を処理しようと思ったら、突撃艦を当てても、まあ、ちょっと処理しにくいんですよね。なんでかっていうと、タウンホールは処理できるけど、タウンホール周りが処理できないから、結局ここだけ削って周りが残っちゃうんですよね。これだとあんまり意味がない。じゃあどうするかっていうのが、まあ、今日のお話ですね。結論から言うと、食い火を流し込むのが結構いいですよっていう話です。はい。まあ、ここまで見れば、まあ、この、ゴンベイさんのアタックの意図は見てもらえたかと思うので、行きましょうかね。秋風さんが攻めているこのクイヒディガホグがすごく勉強になります。まあ、これね、配置も甘いっちゃ甘いんだよね、これ。マルチインフェルノをシングルにしといても良かったかもしれないし、なんならこのインフェルノとね、クロスボウの位置逆で良かったっすよね。インフェルノがタウンホールの奥側にあった方が多分ちょっと嫌だったかな。手前にあるとね、処理しやすいんですけど、まあまあ、そうは言っても、奥側だったらもしかしたらクイヒきついかも、シングル2本だったらね。ただ、まあ、今回みたいな甘めの配置になっている場合には、誘いかもしれないけど、乗っていってもいけちゃうよって話ですね。で、この辺結構食い火ね、不規則な動きをあえてさせてます。真ん中から出してどっちに反れるかわかんないよ。こっちに反れましたね、と。で、さらに中に入っていってからもうどっち反れるかわかんないよっていう状態になってますね。はい。なので、この時点でディガホクの本体まだ出していませんね。で、はい、こんな感じ。で、こっから先、ギガインフェルノの和尺が壊して、で、方向が定まるのを待ちます。定まるのを待ってから、あ、これはもうこっちにね、流れていくなってのが見えてから、投下弊社キング一気にディガホグを展開していくと。まあ、こんな形ですね。ディガホグをする場合にはこう、で、こっちに一回流れてしまえば、あとは和尺行って、こういう経路を取るんですよ。もう、必ずこうなります。壁の奥を落ち続けながら、今この白い線描いた上をずっと歩いていくんですね。で、まあ、クイーンが若干撃たれちゃってますけども、ディガホグと一緒にいるので、まあ、そんなに問題ないですね。中央のこのマルチもシングルだったら、アーチャークイーンたけられるとまずいんですけど、まあ、問題なくこれはアーチャークイーンが突破していってくれる感じですね。で、アーチャークイーン中央部分で無双します。はい。
という感じです。もうここまで見ただけでもだいぶアシャクイがなんかいろんなところのターゲットをね、今これもほらクロスボウのターゲットアシャクイが取り続けてるじゃないですか。これこんな感じで取ってくれてるから、あのホグライダーとかがねそれ食らわずに済むし、これシングル、あクロス止めるんじゃなくて、これ本当はインフェルノ止めるためのフリーズですね。でまあ一旦それで竹が外れるんですが、またアシャクイがアプローチすると、クロス2本、インフェルノ2本、さらにタウンホール防衛軍処理をしたアーチャークイーン、もう役ごめんですね、ここまですら十分かなって感じで、はい、トルネードも回収してくれましたね。で最後ロイヤルチャンピオン能力残し3回でフィニッシュを迎えていくという形ですね。でも能力は使うんでしょうけど、こんな感じです。あのアーチャークイーンがやっぱり中央部分で壁がないともう縦横無尽に走り回れちゃうんですよね。その走り回しちゃうっていうのがマジであの強いポイントです。でね、多分これを見ると、あ、俺この食い火、私この食い火ちょっとできないわーって思う方、多分いると思います。僕も結構難易度は高い方じゃないかと思います。決して低くはないんですよ。その、慌ただしくなるんですよね。どこにどう流れるか分かんない状態でこう攻めていくのって結構。なんですけど、こういう広い区画と出会った場合には、マジでこれが一番、効率的なので、個人的にはおすすめな方法かなっていうふうに思ってます。もう一回見ていきますね。はい。で、この辺っていうのも、基本、アーチャークイーンのその進路を、なんか制御するようなことってしないんですよね。もう本当に、風任せっていう感じでアーチャークイーンを進ませていっていうのが分かるかと思います。で、もうアーチャークイーンの進路が決まった段階で、その決まった方からディガホグを投げていくってだけですね。で、これもうレイジを切らさないんですよ、こういうふうに。レイジを常にかけ続けているだけなんですね、実際この辺って。このインフェルノがシングルとかだと、フリーズを添えるみたいなことが出てきちゃうんですけども、マルチなので、まあ、正味これ本当にほら、ずっとさ、ヒーラーにレイジがかかり続けている状態を維持しているだけなんですね。まあ、普通にこれロイヤルチャンピオン火力高いんで、ここに、フリーズを当てていってますけど、またレイジ打ちましたよね。で、ヒーラーがずーっとレイジ状態になっているっていう、これが重要なんですね。はい。で、火力が高いロイちゃんのところには、ちゃんとフリーズを打ってあげるっていう、まあ、ケアもありますよね。で、援軍が来たらポイズンという感じですね。ある種これパターンなんですよ。自分もディカホグ結構最近やるようになったんで、言えるんですけど、今のそのレイジを切らさない援軍来たらポイズンみたいなところって、まあ、大体どこら辺でこの援軍と当たるのかなとかね、そういうのもあらかじめその予見しておくことによって構えておけるんですよね。だし、アーチャークイーンからレイジがちゃんと乗ってるかどうかだけ、常にこう目を離さずウォッチしておくことができれば、ヒーラーに、レイジがかかってない状態、要は回復量が下がってない状態っていうのを、まあ、極めて少なくすることができるので、まあ、決してそんなにめちゃくちゃ難しいテクニックかっていうと、そうでもないですね。むしろ、ウォールブレーカーを使って多層開けをするとか、どんどんでこうどんどんしていくとか、あとはアーチャークイーンをこの真ん中、真ん中にこう、ジャンプ使って積ませていって、こっちをキングで削ってとか、そういういろんなユニットを並行して走らせるような、プレイをするよりは、むしろ、アチャクにレイジをかけ続けるだけなんで、ある種楽です、これ。はい。まあ、クロークだって別にね、今吐かずにあれができてるので、まあ、最悪どっかでワンチャンクローク吐いちゃってもよかったわけですよね。っていうことなので、ぜひね、こういう幅広い区画と出会った場合には、クイヒーを使って思いっきりこうゴリゴリって、ね、押していく、みたいな練習をしてみると、思いのほかね、できるかもしれないです。別に、フレチャとかでやる分には、本体のディガホグとか、まあ、最悪出さなくてもいいので、アーチャークイーンだけを呪文全部使い切るまで生かす。で、クロークを使わせないっていう練習するだけでもだいぶ違うと思います。準備した呪文っていうのが、切れる前にアチャクイが起こっちゃうっていうのが、まあ、大体クイヒの失敗パターンで一番痛い、要素なんですけども、全部呪文を使い果たして、それでもクイヒが落ちちゃう場合っていうのは、まあ、そもそもそこクイヒで攻めるべきでは、もう圧倒的になかったっていう場合ないしは、もう落としちゃってもいいやっていうプランニング、ヒーラーをディガホにスイッチさせるとかね、いう風な考え方ができる場面なので、呪文を使い切る練習っていうのをやってみるのは結構僕はおすすめかなという風に思います。で、もう一個ね、こんな風に食い火使う場合には、幅のね、狭いところを通していくっていう方法も当然ながら、よくって、これ K さんが最近ね、食い火ドラゴンライダーにハマっていて、このパターンをよくやってるんですね。
ただ本当にこれって、なんていうのかな、フィヒーの挙動を制御できる分、さっきみたいなその不確定要素がないんですね。その点の点では強い。ただ一方で、クイヒのその制御っていうことそのものは難しさを含んでるので、まあ、簡単ではないですね。はい、ここでレイジを当てていって、火力が高いところ、多分これクロークハクかな、多分。吐いたね。これもうちょっとレイジ本当早めの方が良かったですね。クイヒする場合って、緑ゲージのままで、クイの体力を維持するのがすごい大事になってくるんでって、まあ偉そうに僕が言うのもなんですけど、結構できないんで。多層分けをこうしていきますよね、こんな風に。多層分けをしていって、で、アーチャークイーンをこの中に入れていきます。で、こうなったら結構これ、勝ち格みたいな感じですよね。この、なんか、宝石機とアーチャークイーンが処理できて、防衛軍も処理できるし、で、おまけにちゃっかりこれ、バーバリアンキングで、相手のババキンとイーグル砲を狙っていってますね。だこういうさ、仮想、なんていうのかな、開けとかをしながらプレイする。で、これ、キングにストライカーを当てたりなんか、こうね、いうことを、小技を使いながら、今こうして相手のアーチャークイーンと当たる瞬間にインビジブル使ってましたよね。これの方が、なんか、クイヒーが暴れてないように見えて、実はめちゃ難しいんですよ。やってみるとわかるんですけど、このクイヒーの方が僕よっぽど、テクニックいると思います。はい。で、このマーチャークイーンでタウンホール方面に向かわっていきながら、タウンホールには突撃艦ですね。このトスも結構勇気あんなって思ったけど。ホーミング大丈夫なのかな、これ。食らったらワンチャン、タウンホール落ちない。パティーンがあるんじゃないかなって思いましたけどね。イエティレイジで突破していきます。こんな感じですね。で、アーチャークイーンは、今フリーズも使ってね、相手のストライカー処理してましたけども、こういうフリーズを使うところなんかも結構難しいと思うんですよ。だからフリーズ使い忘れたらアーチャークが落ちちゃうしね。それをしながら突撃艦を、ちゃんとタウンホールまで届くかなってこう見て、で、そこにレイジを打っていくみたいなパターンですよね。これ難しいじゃないですか。で、相手の援軍処理ですね。ラバーホンドと当たっていて、ポイズンを使うタイミング見計らいながら、結構そのドラゴンライダーパートも進めていくと、後ろからカーゴール出すみたいな。もう忙しい、忙しい。ポイズンも上手いですよね。こうちゃんと、ポイズンが、ラバー破裂の瞬間に打ててるので、アーチャクイの体力っていうのがギリギリ赤ゲージで持ってますね。これちょっと遅いとパピーに打たれてアーチャクイ落ちるんですけどね。インビジブル1枚残ってますけども、これは最悪ロイちゃんに使う感じですね。アーチャークイーンはヒーラーがついてるんで、クロス1本だったら耐えきれるというところで展開です。いやー、このクイヒーは難易度が多分相当高い。僕はこれできないかな。よく計算これ、あんまりクイヒーするプレイヤーじゃなかったんですけどね。スパネク中心のプレイヤーだったんですけど、いつの間にかクイヒーに目覚めたみたいですね、計算は。こんな感じで取っていきました。が、多分パッと見た感じ、このケイさんのクイヒーの方がなんかそのシステマチックで簡単そうに見えたかもしれないです。っていう気が僕はしてるんですけども、難易度としては、アヒカデさんがやっていたあの広い区画に入れるパターンの方が、クイヒーを、なんていうのかな、ある程度フリーにできる。目を離しても連射器打ち続ければいいみたいな感じにできるので、絶対に楽だと思いますんでね。ぜひ、苦手意識のある方もですね、ああいう広い区画を見つけたら、触れちゃったとかでもいいんでね、まずはクイーンにちゃんと呪文全部使い切るまで生き残らせる練習っていうのをやってみてもらって、そこからのディガホグみたいなね展開に持っていくことができると、一つ自分の武器が大きくねこうグッと身につくと思いますんで、お試しいただければ幸いでございます。はい、というところで、本日はですね、関西クラクラクラブの、クラン対戦の中から1点、広い区画の潰し方ということでお話をさせていただきました。いかがでしょうか。こんな形でですね、僕のチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。で、今回タウンホール14ですけども、12、13、幅広くこうですね、タウンホールで扱っていきますので、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてこれからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。